街中の木々が少しずつ染まってきたら、小江戸川越は彩りの季節。あなたも鏡山を保管して仲間入り。ちょっとディープな川越観光案内始まるよ。おはようございます。11月18日の小江戸川越です。ラジオ川越で一番地味な番組、ちょっとディープな川越観光案内のスタートです。30分というお時間ではありますが、よろしくお付き合いください。この番組は FM88.7MHz 川越市脇田町のラジオ川越よりお送りしております。ということでですね、おかんして仲間入り、私冷や派なんですけどもね、でもぬるかんはありっていう、そんなね、説もございます。朝っぱらから酔っ払っちゃいましたよ、ね、あ、酔っ払い、そろそろ呼ぼうか。あ、もうお酒といえばもうね、諏訪しおりさんでございますね。諏訪しおりさん、そろそろ呼ぼうか。そろそろね、そろそろ呼んで、また主演を、主演の宴を、ね、酒の宴。ちなみにこの時だけはね、取材と称して、取材の主が酒になってます。酒をで、収録も主録になってます。収録全部酒を使うって、これ、これね、だいたいしおりさんと私の GM のやり取り、そうなってます。もうそこから取材収録、はい、となっておりますので、ここら辺をですね、またね、皆さん期待していただければなと思っております。そして、この番組お送りいたしますのは、私小江戸川越のらりくらりと、アシスタントの辻坊真由子と辻原真由美です。はい、よろしくお願いします。ってことで、とっても大事なこと、はいはい、この番組は小西様の提供でお送りいたします。いつもありがとうございます。ポスト見てると結構レース関係のね、ポスト多いですよね、うん、レース関係、うん、なんかちょっと見ても分かんない、私が知ってるのもアイルトンセナとか、もうその時代ですから、結構ね、モータースポーツがお好きなようでございます。はい、で、これね、先週も予告しましたけども、辻坊1周年おめでとう記念スペシャル第2弾。なんと今回はね、辻坊が見た川越のお話という、辻坊が見た、ちゃんちゃんちゃーん、ちゃんちゃん、それサスペンスやね。はい、うん、で、どうでしたね、これ先週も聞きましたけど、この1年、はい、ざっくりと振り返ると、なんで私こんなに顔を歩き回ってるのに痩せないのかなって。いや、痩せ、太っちゃいないだろ、少し。いや、ね、もうね、顔が美味しいものが多すぎて。あ、それ困ったよね。もうね、岩田屋さんの前行ったりするとね、うん、ちょっとお芋くださいとかね、あの菓子屋横丁、お菓子屋横丁さん行っちゃうと、ちょっとふがしくださいみたいな。まだそれできてないんですよ。ちょっとふがしください、こう抱えて帰りたいんですけどね。そう、あれね、お芋のね、お芋の何、ソフトクリームとかね。あ、ね、ついつい手が出ちゃう。とりあえず芋が出てる顔覚えてる、ね、そうですね。うなぎもありますよ。うなぎも美味しかった、はい、ね、関西と関東のうなぎの違いが、うん、もうあれ、ね、一番街にあるうなぎ屋さんでの串で分かりました、私、はいはい、全然違う、ね、柔らかさが違う、ふんわり、うん、だから逆に言えば関西の方から言われて歯ごたえがないんです。そうなんですよ、うん、で、ふんわり、で関西の方は基本的に頭つけたまんま、うんうん、腹開きして、うん、そのまま焼くじゃないですか、はい、関東の場合は、まあ、大体うなぎ頭を落として、うん、背開きして、うん、白焼きして蒸してもう一回かば焼きにする。すごい繊細でした、うなぎが。うん、だからふっくら、関東の味に慣れてると、な、中京もそうなんですよ。中京、中京地区も蒸さないんです、はい、ただうなぎは、こうかば焼き状態で出るんじゃなくて、そこそこ細かく切った状態でできます、中京、うん、ほう、これはね、なぜかっていうと、名古屋のうなぎの名物といえばひつまぶし、ひつまぶし、はい、これ最後お茶漬けにして食べる流れなんで、はいはい、蒸しちゃったらダメなんですよね。あ、蒸すともうぐちゃぐちゃになっちゃう。あ、そうですね、うん、あれだけ柔らかいと。そうですね、うん、だから20年ぐらい前に、世界的に有名で、日本国内で一番店舗を持っている某コンビニエンスストアが、はい、ひつまぶしのお弁当を出したんですよ、うん、で、ちゃんと、タレもつけて、タレっていうかおだし、だしもつけて、はい、出したんですが、残念ながらうなぎが関東風だった。ほ、
バイヤーどこ見てんのって言ってね、ちょっとね若干の憤りを感じます。なるほど、分かる人には分かる、うん、だって、まあ、関東に合わせたって言っちゃえばそれまでなんだけど、うんうんうん、いやあのね、できるだけ現地のレシピにしようよ、うん、分かる本当に違うよって。そう、各地の名物は現地で食べてそれからお取り寄せした方が違いがね納得できるんですよ。だから名古屋だと例えば味噌煮込みうどん、うん、こっちで食べたり、あと物産店とかで売ってるのを調理して食べても、はい、こんなんだったかな、違いますか、えぐいよ本当にね、八丁味噌のえぐさと、はい、ゴムひものような麺、型しっかりしてる、うん、生から直接煮込むんで、うん、だからすごい歯ごたえ。へー、だからねこれをね知ってると、ちょっと市販っていうか、こう買って物産展とかでやってるのを買ってくると違和感を感じる、うん、食べやすく 改良というか、そうそうそう、してくれてるんだろうなって、うん、伊勢うどんなんかはもう柔らかい状態で、うん、袋に入ってるんで、うん、へえ、あれはあれでね柔らかくていけるし、面白いです ねうどん一つとっても多分30分尺取れるんですが、でもやっぱその土地に行って一度食べなければ分からない、そうそうそう、現地で食せという、はい、ありますけどもね、ではですね、今回も忘れないうちに早速ですね、はい、本気で読むシリーズいっちゃいましょうか。お、いきなり本気で読むシリーズ、もう本気で読んだ後に本気でレポートしてもらいますね。今日僕楽します。今回はね、また私の知らなかったお話がね、はい、そう、ちょっと面白い伝説を野呂倉さんに教えていただきましたので、はい、まず皆さんこちらをお楽しみください。はい、よろしくお願いします。大連寺日、昔古谷上の二の関の田んぼの中に樹木がこんもりと茂り、昼間でも薄暗い塚がありました。そしてこの塚に次のような話が伝えられているのです。毎年夏から秋にかけて、毎晩のように大きさ一尺ぐらいの火の玉がこの塚から飛び出してきては、空中をゆらゆらと漂い、さらに周りの村々までも飛び回って、明け方になると元の塚に帰ってくるということがありました。この火の玉、村人たちに危害を加えるわけでもないので、誰も恐れていなかったそうです。かつて、この塚のところに大連寺という山伏が住んでいました。その山伏が亡くなった後に、不運にもその魂が安住の地を見つけることができず、霊火となって夜な夜なさまようようになり、常に人里近くまでやってくるようになったと言われています。かつて川越に大きいものとして、坊主、空太刀、医者、山伏と言われ、山伏と呼ばれる修験者も多くいたと言われています。おしまい。はい、ありがとうございます。山伏さんの、はい、これね、古地図、はい、古地図によると、ある古地図は川越城の古地図なんですけど、はい、地図の西の方にこう丸く囲った状態で山伏って書いてある古地図あるんですよ。それ何っていう感じなんですけど、何、どういう意味ですか。すごいざっくりして山伏って書いてある、山伏メモかこれみたいなありまして、うん、山伏がいっぱいいるよってところ、うん、そういうことらしいんですよ。うん、坊主、からたち、医者、山伏って言って、今だとね、ドラッグストア、カフェ、美容室、歯医者さっきラーメン屋もね、結構いっぱいあったりしてね、けどもね、うん、その他になんか増えてきたのって辻坊知ってる？何増えました？台本に書いてあるかな、はい、あ、分かったかもしれない。はい、最近ね、辻坊よく見るんですよ、いい香りのところ。カレー、カレーもいい。カレーと一番合うって思ってる飲み物です。あ、私、緑茶か。緑茶ではない。ない。もっと苦くて大人な黒い飲み物、ズバリほうじ茶だ。惜しい。コーヒーですよ、コーヒー、はい、コーヒーですね、コーヒー、カフェですよ、はい、カフェ、コーヒー、そこまでおっしゃるってことはコーヒーは大好きです。いや、やっぱり大好きです。じゃあ、丸投げしましょう。コーヒー屋さんのレポートお願いします。どうしましょう、どうしましょう、はい、
じゃあまずあの気軽なあのスタンドあたりからどうですか、はい、そうですね、スタンドでも軽くもう気軽に立ち寄れる。そうそうそう、もうね、うん、この間初めて立ち寄らせていただきました。はい、はいはい、年のコーヒー川越店さんです。ほいほい。年のコーヒー川越店さんは連雀町にあるお店、うん、そのホームページのトップには素敵な言葉が刻まれています。なんでしょう。朝香り高い一杯で、仕事や勉強が煮詰まったらコーヒーブレイクでリフレッシュ。厳選された木豆を卓越した焙煎技術により極上の状態に仕上げてあります。さあ一杯のコーヒーから始まる素敵な生活を。そんな年のコーヒー川越店さんは2014年のオープン。気さくなオーナーさんとたまに名物のワンちゃんであるトンカチちゃんが迎えてくれるお店です。ですって。すごいね。すごいですね。トンカチちゃん、トンカチさんたまにいらっしゃいます。いらっしゃるんですか。いらっしゃいます。トンカチちゃん、うん、結構ねお店の隅っこにちょこんと座ったりしてます。そうなんですか。おとなしいですよ。あら、あの、うん、そう、あれですよね、ドリップバッグとかのそうそうそうイラストとかコーヒーの、うん、カップにも書いてありましたっけ。書いてありますね、うん。だからあのトンカチさん結構有名犬、有名犬、有名犬で、で年野さんって結構あの視線持ってらっしゃるんで、はい、うん、飯能とか坂戸とかあるんで、うん、あのたまにそっちに出張されたり。なるほど。お忙しいお犬様でございます。お忙しい、引っ張りだこな、うんうん。で飲んだの。飲んだー。いやーあの、うん、コーヒーって面白いですね。面白い、面白い、うん。あのほらみんなコーヒーってさ苦いだけじゃんっていう人多いよね。私も今までそうだったんですよ、うんうん、苦いなーって、うん、その中にもね、うん、酸味とかのその酸味の良さ、うん、酸味いいね、酸味の良さを、うん、あのこの日飲んだブレンドでしたっけね、うん、そうそうそう、はい、うん、その日のおすすめコーヒーが、うん、もうね、あ酸味も美味しいんだっていうのも教えてくれるというか、うん、すっきり感もありつつコクもありつつ、うん、もうはぁって一息つけるコーヒーでした。であれだけいっといてさ、はい、えぐみがないんです。そうなの、ほんとそうなの。多分水は川越の水道水使ってると思うんですけど、あの辺は水道水としては川越は上質の方が来てるんで。おー、うん、前話したかな、黒浜町浄水場っていう川越城の近くにある浄水場から汲み上げた地下水なんですよ、あの辺に流れてるのは。いいですね、うん、私の家はそこに県の水が混じってくるんで、うんうんうん、ちょっと味が落ちますから。味が落ちる、はい、うん、だから年野さんでももうスタンド10年、10年ぐらい、10年だね、10年ぐらい、2014年のオープン、うんうん、で立ち上げたのがもうね12、3年ぐらい前ですね。そうなんですか、うん、だからね、で川越でお店開いてっていう形でやってまして、うん、ここはね本当にふっと入ってグイッと飲んでジャッって出てくるような、はい、本当ちょっとスタンドっていうか、そうそうそう、軽く飲めるっていう感じで、うんうん、よく3時間ぐらいいましたけどね。それはすごい、めっちゃ迷惑だよね。それはびっくり、ね、しかもコーヒー一杯で、コーヒー一杯で、そうね、ファミレスでやれって、ファミレスでも追い出されるわ。あのドリップバッグとか、そうそうそう、かわいいイラスト入りのいろんなコーヒーが売ってたりしましたので、うん、ちょっとプレゼントにもいいなっていう。そうあれでね、気軽に印刷してくださるんで、自分のグッズで出しちゃうっていう手もあるんです、うん、例えば猫とか、猫とか、あるいは猫とか、猫とか、猫とか、うん、もしくは猫とか、猫とか、うん、でカレーによく合うって言ってましたよね。私カレーにね、うん、ブラックコーヒーホット合わせて飲むのが大好きなんです、うん、昔ね、うん、今もお店やってらっしゃいますけど、川越市の砂神殿というところに、うん、お寿司雑貨研究所って、はいはいはい、で面白いグッズ販売してるんですけど、ここで数年前にお寿司に合うコーヒーっていうのをね、なんかコーヒーやっぱり好きな方がブレンドされて販売したことがあります。面白い、コーヒーって言っても幅広くってね。そう本当にね、カレーに合うコーヒーとかあるんですよね。なんかあり
あるよね。確かにお寿司に合うのだったらもうちょっとさっぱり系とか。そう、さっぱり系で苦味が強い系。ああ、いいかもしれない、うん、あのお寿司の上がりなんかをね、うんうん、見てるととりあえず苦きゃいいだろうぐらいのお茶でしょ、まあ、あの渋みでね。そう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 、あれで油を流したりしてね。そうそうそう、っていうあるんでね。だから逆にカレーでもね、うんうん、インド南部のものと北部のネパールのものではまた違うコーヒーが出てくるはずなんで。違いますよ、はい、ね、朝食に何にコーヒーっていいかもしれないね。何にコーヒーなんとコーヒーなんとコーヒーなんとコーヒーもいいかもしれない、うん、ね、なんかもうすごい忙しいサラリーマンのあなたりみたいな、あの何を加えながら、うん、あの遅刻遅刻遅刻怖いな、そのラブコメでっかいなん口に加えながら走ってドーンとぶつかるのがインドの人なんですよ。ターバン前マハラジャかなんかと。最高じゃん、ね、運命の出会いですよ。 ねえよそんな話でもここはね、ちょうど蔵造りの、はい、入り口に近い場所なので。そうです ね、 ね、どうなんね、これなんていうのか、私がこうコピーをつけると、はい、蔵造りの重厚な街並みを見た後に少しハイカラな昭和初期の建物に囲まれてコーヒーブレイクはいかがですかと。素敵、ね、見たまんま言ってますけど、でも風景を楽しみながら、ね、あれ川越祭りの時もね、お店やってるんで、中入れない時あるんだけど、何年か前一回店内から見られたんですよ、うん、目の前出汁が通ってると。本当ですか、うん、コーヒー飲みながら出汁見てる優雅で、慌てて自分家の町内が通ったからすぐ手ぬぐいかけて手ぬぐいかけて、あれごちそうさまとか言ってね。何してたんですか、ね、なんでビールじゃないんですか確かに、はい、じゃあね、ちょっと情報、はい、店舗情報をご紹介いただけますか。店舗情報、はい、店舗情報、店舗情報、はい、はい、都市のコーヒー川越店さん連雀町の 10-3 10-3、はいはい、電話番号は049-049-0492992951、はい、049-299-5251です、はい、お電話のかけ間違いにご注意ください。ご注意ください。じゃあ続いてはね、はい、ここもなんか辻坊行ったって聞いたんだけど、野良倉さんにね、お願いして、川越のコーヒーといえば、はい、炙りコーヒーさん。炙りコーヒーさん、はい、じゃあお願いします。はい、炙りコーヒーさん、こちらもホームページに素敵な言葉が散りばめられています。炙りとはフランス語で隠れ家、避難所を意味する炙りからつけました。皆様が日頃のストレスや雑踏から解放され、安らげる空間を作り上げていきたいと思っております。心地よさを意識した手作りの内装の中で、木豆から丹念に自家焙煎したコーヒーやバリエーションメニューをご用意しております。とね、コーヒーへの熱意が伝わってまいります。なるほど。で、またそのコーヒーたちも独自の焙煎で、今日の味、今月の味、旬の味などを醸しており、その個性豊かなコーヒーは飲む人を虜にします。ということで、もうここ正統派ですからね。あ、喫茶店っていうか、なんていうんですか、本当に喫茶店、昔ながらの喫茶店、カフェではないです。はい、本当喫茶店。だってメニューが分厚いトーストでしょ、食事メニュー、食事メニューが、うん、だからね、もう純粋な喫茶店で、ほんと落ち着きたい人は平日に行ってください。ね、すごく、もうね、素敵だった、うん、ね、土曜日、日曜日はやっぱりその雑踏のすぐ近くにあるんで、うん、お店がだからどうしてもね、店内混んでしまう場合があるんで、ワイワイしちゃう、うん、でね、この店内のメニューに書いてあった、はい、もう素敵だなと思ってね、はい、そう作り上げていきたいと思っておりますの後にですね、はい、お話も大切ですが、うん、雑誌でも見ながらたまにはのんびりお過ごしください。携帯電話とその素敵な美声はマナーモードでお願いいたします。でメニューの、ね、下の方に書いてあるんですよ、ねね、まあ、要は静かに飲めっていうことなんですよね。そうですね、うん、だから本当にね、店内入ると、はい、喋るのはばかるくらいの静けさ、うん、ですよね、空間とコーヒーの香りを楽しむ、うん、そうそう、だからこのままこれがどんどん進化していくとさ、はい、店長さんが棒を持ってさ、喋ってるお客さん、肩をお借りしてパシッカツとかね
瞑想しながら飲んでください、ね、うん、でもそれほどねこうコーヒーをゆっくり味わっていくと それこそなんか瞑想というか妄想というか、妄想というか、いやいや、うん、本当にね、なんかいろいろ考えさせられるような、もう一人の時間を大切にしたい方向け、そうそうそう、だからおしゃべりの好きなリア充のカップルたちはもう二人とも黙ってこう見つめ合うぐらいにしときましょうか。もう見つめ合う、もうキックオフっていう漫画が昔ありましたけどあのとりあえずね、何々くん何々さんって見つめ合うだけのね一コマが毎週一つ必ず入ってるっていう、あら素敵、うん、あるんですけども、まあ見つめ合うか、うん、LINE で話をするか現代やなあのここはあのじゃなかった筆談とか、筆談、うん、でも本当に落ち着いたいいお店でございます。いいね、木の感じ、うん、木の感じの店内だったかな。そうそうそう、すごく素敵でね、一瞬あれ狭いのかなと思ったら奥がございますっていうので、そうそう、奥の間があったり、奥の間で、うん、いやもうコーヒーがまた私びっくりしました。どうしました、あの、うん、レポートするとしたなら、うん、一言、うん、おいしい、あもうそれ以外言葉いらないってことねおいしい、うん、ずば抜けた香り、うん、びっくりしました。ほんとほんと、あのね、こうあれ器にもよるんですってね、カップにも。だからワインもそうじゃないですか、うんうん、香り楽しむものって口がボーンとでかくなる、はい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 、舌がボコッとこうなんていうの、丸くなってる、はい、まあ、いわゆるブルゴーニュタイプのワイングラスなんかは香りをこう出してで、レッサンスレッサンスってやる、うん、やるんですけど、でもこのコーヒーに関しては本当に静かに香りと、うん、味、うん、これを楽しみながら、さあ明日何やろうかなって考えるのっていいと思うんですよ ね、ティーカップもね、みんなちょっとずつ違っておしゃれでしたね。そうそうそう、だからね、もう川越もう何回かいらしてる方だったら、はい、絶対行った方がいい、ね、あ行った方がいい、うん、私今までコーヒーの説明にね、うん、いろいろほらチョコレートのようなとか、うんうん、フルーティーとか、うん、ナッツの香りとか書いてるけど、うん、全く分からなかったんですよ、うん、今回は、うん、これかっていう、分かりました、うんうんうん、ね、あの違う、例えるのって難しいです、難しい、あの、ね、私に言わせるともうコーヒーのようなとしか言いようがないもうコーヒーのようなコーヒーでした、うんうん、いやだからなんていうのかな、ちょっとふざけた言い方しちゃうとこれがコーヒー、うーん、うん、ズバリ、うん、多分ねその豆の持ってる性質を説明で書いてあると思うんですけど、うん、それを焙煎で出せるか出せないかなんですよね。出してるよね、あそこのマスター、本当にね、これかってすげえ無口なんだけど、はい、すっごい腕持ってる、もう本当にね、豆が一番美味しくしてもらえる、そうそうそう、喜んでる豆が、だからご飯でいうとお米が立つ的な、はい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 、うん、本当そう、そう豆が喜ぶっていいね、ま、豆のもうこの豆がどうすれば一番美味しくなるかっていうのも、うん、完璧に引き出してた、だから多分ね、あの乾燥期間とかそういうの全部計算に入れてるんですよね。すごいですね、これね、多分としのさんもそうなの、としのさんも香り良かったんですよ、乾燥期間とか、うん、豆の選択から、あとやっぱり不揃いなのを全部出しちゃうおっていうのがあるんで、こだわってるコーヒー屋さんで、うん、自家焙煎で、うん、今進めた2点に関してはまず間違いない、間違いないです、うんうん、間違ってるとしたらそれはあなたの舌です。てかあの好みとかもありますしね、うん、まあまあね、そのコーヒーもいろんな種類があるので、うん、今回ちょっと合わなかったなと思ったらちょっと違うの試してみると、うん、もうこれドンピシャみたいなこともありますので、あります、あります、あの多分ね無限にあると思うんですよ、あります、で入れるたんびに味が違うってことはないと思いますから、インドカレーと違って、インドカレーと違って作るたんびに味が違う、気分によってとかはないと思うので、ね、ありますので、ぜひねこれはね行っていただきたいなと思います。私はここでチーズケーキもいただきまして、ね、ベイクドチーズケーキも最高に美味しかったです。もうそれね、それまずいって言ったら二度と連れてかねえよまた行きたいです、ね、まあ、これはね場所的には蔵の町から金月堂方面ね、金月堂って ね、通称時の鐘ね、時の鐘、うん、に入って少し入った路地の名店でございます、はい、まあ、普段でもお客様多いお店なんですが、うん、もう本当懐かしい香りと、もう空気感かなですね、うん、これが広がる名店でございます、名店です、ね、としのさんともどもですね、だからとしのさんは結構気軽にね、はい、こちゃーっと入って、うん、コーヒーちょうだい、うまいっていう感じのお店なんだけど、一緒にいた時も若いカップルさんがねいらっしゃってたり、そうそうそう、ね、こちらの方はもうなんかね、私的な言い方すると襟を正してコーヒーを飲むぞみたいな
コーヒーを飲みに来た、うん、っていう感じの目的で行ってもいいと思いますね。はい、じゃあ場所のご案内をお願いします。はい、川越市大手町 15-8 電話番号 049-226-8556 049-226-8556 炙りコーヒーさんです、ね。ぜひですね皆さんお運びください。まだね結構でもねいいコーヒー屋さんありましてね、なんかもうコーヒーねいっぱいありますよね。本当にだから坊主、からたち医者山伏にプラスしてコーヒー屋コーヒー屋さん入れてもいいぐらい、うん、あると思います。あと市内で有名なのが三輪の自転車でね、うん、行商してる若者、はい、あそこもね、もう 5,6 年経ったのかな。うん、で 5,6 年とかだいたい飲食店って1年3年ぐらいでなくなっちゃうところが多いんで、うんうん、5年経ってるってことは豆の上にも5年っていうほら言葉だな。豆の上にも5年、うん、もうだいぶ安定してきて、ちょっとねもう公開しちゃっていいのかな、うん、千葉東照宮に、はい、そこの従業員が独立して一軒店を出すらしいです。千葉東照宮、はい、はい、あの辻坊の好きなあのお寺です。じゃあ今週の行ってみましょうか。北院に行きたい。もうこれもやらないと気が済まなくなってきたな。皆さん一緒にありがとうございます、ね、ありがとうございました。なんかそちらのそちらの方に出すって話をこの間小耳に挟みました。本当ですか、うん、わあ楽しみ。でめっちゃ近いからねうちから。あ、いいですね、うん、歩いて10分ぐらいなんで。へえ、これは寄らなきゃいけないなという感じですね。私まだ多分そこのコーヒー飲んだことないんですよね。あ、そっかそっか、神出鬼没なんでねどこにいるか分かんない、はい、うん、だいたいね把握してるのが金曜日だと、スタジオ近くの、はい、ギャラリーに出してます。で土曜日日曜日だと、はい、大学芋川越岩田時の鐘店の横、うん、あそこ、うん、はい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 、で、あっちはねほぼ出てる確率高いんですけど、私あそこまで土日に行くと、うん、反対側の増屋酒店に行くっていうコーヒー飲んでる場合じゃねえって、うん、まずビールだというのになってしまう。あと本川越駅前ね、まああそこうん、あれですね、非常にちんまり、ね、はい、ちんまりした場所と、あと久保町にもお店があります、ね、うん、あ、そうなんですか、はい、なので、ぜひですね、あっちこっち散策するときに、美味しいコーヒー、まあ、コーヒーポストさんっていうところなんですが、コーヒーポストさん、うん、そちらも含めてね、何だったらコーヒー飲み歩きしてもいいんじゃないか。そう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 、胃が翌日大変なことになりそうです、ね、夜寝られないよ本当に。でも本当にコーヒー飲んで夜寝られないって本当なの。私1回だけなりました。すんごい濃いのをクイッと飲んだ、うん、夕方以降に飲んだら、うん、目が冴えちゃって。いや、あなた普段夜寝てないでしょ。あ、そもそもな話でしたね。そもそも寝てないよね。そもそもでしたね。ね、午前3時頃に X 動かしてるの誰あれ夜起きちゃったじゃなくて起きてただからね。俺たまたま起きちゃったって時にいいねつけてんだけどびっくりしましたよね。はい、まあそういう感じでね、美味しいコーヒーのお話をお送りしました、はい、ぜひ皆さんね本当にいっぱいありますので足をお運びください。ください。じゃあこれからの抱負を5秒で5秒でたくさんコーヒーも飲みながら、足細くなるように川越市内をいっぱい歩くぞ。よし、じゃあ歩かせるぞ。歩くぞ、はい、ということで大事なことをお願いいたします、はい、この番組は小西様の提供でお送りいたしました。はい、では寒くなってきた川越で温かいコーヒーもいいですね。はい、では決め文句言ってみましょう。せーの、それでは本日も小江戸川越でお楽しみください。また来週。また来週。もう実家帰んないよね。実家に帰らせていただきます。おーい、おーい、おーい。